皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。いきなりですね、大宮駅から貨物列車と並走しまして撮りましたんですけれども、まあそれに乗ってここ上野駅にやってまいりました。上野駅もね、昔の駅舎を、これ復元だったかな、にしましてですね、昔の上野駅って感じの、この入り口ですけれども、そちらから歩いてですね、この上野御徒町方面に向かって歩きます。上野御徒町中央通り、今回はですね、上野激安ツアーということでございまして、お金をかけずに上野を楽しんでいこうということで、やってきましてですね、そこから道をまっすぐ歩いたらこちらにたどり着きますけれども、沼津港の、お店ですね。沼津、清水の沼津と関係はあると思うんですけれども、ランチバイキングがなんと1200円なんですよね。これ平日休日問わず1200円で、僕も何度か行ったことあるんですけれども、本当並ぶときは並んでます。今回ね、平日の水曜日の11時30分すぐに来たので空いておりましたけれども、こちらにはですね、ご飯、これもね食べ放題です。でこちらに基本的には海鮮系を取り扱ってるんですけれども、まあいろいろね、その時期によったりして、その海鮮が少なかったり揚げ物が多かったり、まあ今回はちょっと揚げ物が多い時だったかなということでございまして、こんな感じで、バイキング形式になっておりまして、これがたったの1200円ということになります。でね、100円払えば確か1300円でソフトドリンク飲み放題にもなるんじゃなかったかなといった感じで、めちゃめちゃ安いんですよ。お腹いっぱいにもなるし、これで1200円で済む、もういきなり安いですよね。ということで食べ終わりまして、食後の運動ということで、近くには上野公園があります。上野公園は本当にいろんな、ね、重要文化財の登録されている建物がたくさん多く、歴史のある場所でございまして、ここにも寛永寺、江戸時代の、頃にですね建てられた、建物がございまして、僕ねこの上野動物園ね、普通にプライベートで何度か見たことあるとか歩いたことあるんですけれども、ここも来ましてですね、ここはですね京都にあります、非常に有名な清水寺を、模した場所ということでございまして、それでもね江戸時代にできた立派な建物なんですけれども、見てください、これ完全に清水の舞台ですよね。僕もね普通に清水寺行ったことありますけれども、もううわこんな似てるんだと思ってね、ほんとそっくりなんですよ。そしてこちらにもね松が植えられていて、これも結構歴史がありそうなものでして、近くにはですね、不忍池という池があるんですけれども、この寛永寺の、清水の舞台とその不忍池をですね、江戸時代に、有名な、浮世絵を描いた歌川広重なんかの、浮世絵にもですね、この不忍池と、この寛永寺セットで描かれている絵なんかもあるということでございまして、非常に立派な歴史のある建物です。この通路なんかも木造でできておりますもんね。まるで清水の舞台を彷彿させるようなこの作りですよ。角度はこっからしか撮ることができないかな。場所的にはこっから見れば清水の舞台そのように感じます。京都の清水寺、有名なところがありますが、それを持っているといった感じで、この辺から撮るのが一番いいのかな。これ以上近づけるような場所とか、いい感じに撮れるような場所がここら辺ないんですよね。こっちの方はいけないですし、となりますと、ここは限界ですよ。今度は花園の稲荷神社と呼ばれる場所に来ましたけれども、これまたすごい、まるで伏見稲荷だ、京都の有名な千本の鳥居がある場所にちょっとそっくりですよね。さすがに千本までとはいきませんが、このように数多くの鳥居を並べているのが特徴的。ここも坂になっていて、稲荷坂と呼ばれているみたい。この辺は非常に坂が多いです。これの奥に神社があります、本堂です。この辺ね、武蔵野大地と呼ばれておりまして、本当にね、そういったところが続くので、山になってるんですよ。なので、坂が多く、険しい地形なんですよね。皆さん、上野にも大仏があるの知っていますか？実は上野にはね、大仏様がいらっしゃるんですよ。茨城だと牛久大仏とか、あと鎌倉にも大仏、奈良にも東大寺の大仏など、非常に有名なものがありますけれども、あまり知られていないこの上野にも大仏があるんですが、その大きさは他の大仏と比べるとちょっと小さめの大仏です。まあそれにも理由がありますが、こちらにございますのが上野大仏の顔だけなんですよ。
元々はね、ちゃんと体もありましたよ。あのように写真にあると思うんですけれども、あれが元の上野大仏。鎌倉や東大寺と似たようにちゃんと胴体もありましたが、今では顔だけ。なんでなんでしょう。僕も前にね、この上野大仏見に来たことがあるんですけれども、この大仏様はね、江戸時代以来地震や火災といった災難に何度も見舞われて、幕末の上野戦争で、は被害を免れておるみたい。だけど明治6年に大仏が、解体されて、大正12年は関東大震災でついにお顔が落ちてしまったと。ああ、なるほど、関東大震災でとどめを刺されてしまったわけですね。由緒正しき大仏ではあるんですけれども、結局最後は顔が落ちてしまうという、なんか不幸な大仏と、そういった感じです。まあ、通称合格大仏とも言われているんですけれども、なぜ合格大仏かってっていうことでここに書いてあるんですが、今通うだけになった大仏様、もうこれ以上は落ちようがない。1631年に、建てられた後、地震火災また地震などで首や顔などの部分が破損したが、そのたんびに修復。しかし大正12年の関東大震災でついに4度目の崩壊。先ほども言いました関東大震災でとどめを刺し、これ以上もう落ちることはないですよということで、合格大仏なんて呼ばれるようになったみたいなんですね。立派な門がお出迎えですけれども、ここはここにも書いてある通り東照宮です。東照宮って栃木の日光じゃないのと思う方もいるかもしれません。大仏同様、上野にも東照宮があります。まあそんなもん、まさにそのまんま上野東照宮、日光の東照宮と同じ部類にあたります。まあ徳川関連ですよね、東照宮といえば。他にも東照宮と名の付くところは結構至る所にもあったりしまして、どれもこれも徳川の、関係が由来しているといった感じなんですけれども、徳川関連のものが色濃く残ってるから、ここにも東照宮があるんです。そして右手をご覧ください。こちらにも五重塔があります。五重塔も至る所にありますけれどね、近くなんでちょっと見ておこうかな。この木々の隙間から立派な五重塔、立派ですよね。素晴らしい建物だなといつ見ても思うわけですが、この東照宮もね、歴史は古いです。1600年代、江戸時代に作られております。徳川家康を祀るといった意味で、日光の東照宮も上野の東照宮も建てられたんじゃないかなと思います。もちろん重要文化財にも登録されている東照宮、1651年と書いてあります。そして見えてきましたが、こちらです。きらびやかな豪華絢爛な建物、これが東照宮。日光と同じように金色のものを使っている、徳川家康を崇めるために作られた立派なものです。五重塔ってどっから近くで見れるのかなと思ってたんですけど、あれ上野動物園園内から見るのこれって。あ、そういうシステムだったな。あ、そう、あらすごいわ、こっから見るんだ。これ上野動物園の園内ですからね。そういう感じなんだ。立派な五重塔ですね。寛永16年1639年に建てられた重要文化財です。この東照宮のところからこの柵越しに見てたんですよ。でどっか入り口ねえのかなと思って、あ、ないんだと思ってたんだけど動物園に入んなきゃ。皆さんいいですか、これの観覧料は600円です上野動物園に入りましたら一緒に五重塔を見ることができますので。でも600円ですからね、非常に安くて、しかもかなりね園内広いんですよ、マップ見たら。なのでもうすごい、今までの動物園の中でも一番最安値でかつ広い。さすがはね上野動物園、もう誰もが知る上野動物園ですからね。それがこんだけ、もう今でも楽しい、まだ動物一匹も見てないんですけど、それなのにものすごいと言えるのはやっぱり素晴らしいことですよね。上野公園を出まして、ちょっと行ったところにはですね、なんだこの建物はといったものがありましてですね、これ実は駅の跡地なんですね。
なんか遺跡のような建物でないと思うかもしれないんですけれども、もともとここには駅がありました。京成線の駅です。これが京成の元駅、廃駅だ。博物館動物園駅跡というそれなりに長い駅の名前、京成電鉄博物動物園駅っていうのが上野駅、京成上野駅の次の駅として設定されておりました。今の京成線の次の駅上野の次は日暮里ですが、上野博物館動物園駅日暮里と続いていた感じでございます。ここにも説明書きが書いてありますけれども、まあ復元って書いてあるな、照明復元事業。この博物館動物園駅は1933年昭和8年に竣工。結構ねすごい立派な建物になってるみたいですね。この駅舎と地下駅空間の保存と再生を願い、20年間にわたる活動を続けてきた市民グループ NPO 法人上野の八代でいいのかな、芸術フォーラムによる企画と募金活動により2010年に復元がなります、復元されましたといった感じでございまして、まあ復元ですね。ここにねあったんです。すごい立派な駅だな。もうこの駅自体が博物館といっても過言ではないですよね。博物館駅なんですからね。動物園もすぐ裏にありまして、出てきたところありましたけれども、ちょっと前から行ってみたかったんですよここね。今でももちろんこの地下にはですね京成線が走っております。線路がありまして、その上に佇んでいる元駅、廃駅ですよ。そして上野公園内に戻りましてですね、駅に戻る途中、こちらにねSL 蒸気機関車がね展示されておりました。おお、こんなものがあるのかと思いまして、ここはね国立科学博物館、非常に有名なところなんですけれども、そこの横の入り口にですね展示されておりまして、タイヤの数を見るとですね1個2個3個4個と動輪、大きな動輪がですね4つついていることから、この SL は DABCD の4つ当たりまして、タイヤが4つですか、タイヤとか動輪が4つですから、D51 型の機関車ということがよくわかります。デコイチとしての愛称で人々に親しまれているこの231号機、昭和14年7月に日本国有鉄道長野工場で製作されて、東海道や山陰その他で活躍しまして、昭和50年12月15日に北海道の大岩機関区で、休車するまでですね約216万キロ、地球を約54周分も損耗して、その、生涯の歴史にですね幕を閉じたということになりまして、その北海道を走っていた時の室蘭本線を走っていた時のこの写真ですね、岩見沢行きの列車として運行されていて、引退間近の、お写真なんじゃないかなといった感じでございます。立派な D51、C50 なんちゃらとかもいろいろありますけれども、C だとタイヤが3つですね。なのでこの列車はですね、動輪4つついてるということで、それなりに力持ちの機関車だったということがよくわかります。あそこにですね、おいって書いてありますけれども、おいっていうか、ついおいですね。これはさっき言った北海道の追い分け機関区が関係しているんじゃないかなと思います。正面の方を撮ってきたんですけれども、ちょっと人がいてね、上の方をなんとか撮ってるところでございますが、非常にかっこいい SL、上野動物園にも SL 蒸気機関車が、蒸気機関車の D51 デコイチがね、展示されているということになります。場所は国立科学博物館の横です。そして非常に有名ですね、これもね、西郷隆盛の像でございます。薩摩藩のね、非常に有名な鹿児島の出身の有名な方でして、江戸時代末期、そして明治維新、そこで活躍をした非常に有名な方なんですけれども、この銅像が建ったのはもう明治31年といって、結構ね、古く、西郷さんが亡くなってから割と直後に建てられたんじゃないかなといった感じの銅像で、歴史のあるものでございます。上野公園を出ますですね、京成の上野駅がある入り口のところからですね、すぐ裏手、もう上野公園の裏手といっても過言ではございませんが、こちらにですね一つスイーツ屋さんがあるんですよ。僕ね何度か来たことあるんですけれども、ここのねスイーツ屋さんは工場から直接ね持ってきてるんですけれども、形とかちょっと悪いもの、普通にスイーツ店なんかで販売するのとちょっとなっていうもの、味はいいんですけれども、そういったね形の悪いものをね安く提供しているということで、僕も買ってきましたけれども、これ2つでね400円しないんですよ。非常に安いスイーツが上野駅で購入できるということで、皆さんもぜひとも、買いに行ってみてください。めちゃめちゃ安いんでね、おすすめです。味はめちゃめちゃ美味しいですよ。形はともかくといった感じのがたくさん並べられております。
ということで今回はランチバイキングから上野公園のね、とんでもなく古い歴史のあるようなところを、巡り巡って激安ツアーといった形でお送りさせていただきました。次回はですね、上野動物園をご紹介したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。